ちょっとお前金出せや後悔するなうわせいやおい、ちょっとお前ちょっと下がら殴らせてもらう。
そう。おい、そこのお前、そのつら気に食わねえな。やめろ。ちょっとその目つきが気に食わねえ。後悔する。勘弁してくれ。悪かった。そこは適当に合わせておいてさ。
この店は何時から開くんだ。誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。何なのあんた。さっき言ってた人生一家ってのは、東上会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか。ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでるか。住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか。最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回かかかってくるよ。誰だ。立花不動産だ。なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました。うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに耐えると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれて。用心棒？誰に対してもです。立花不動産で仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何用が構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代に
もう200万かな。ねえ、生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。次のとこ、どこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産っての。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せってもあそこ以外にはまずないだろうけどね。
俺が後あんたに言ってやれるのは立花からは手ぇ引けって忠告くらいだね。ちょっと下がろう。メルナモシみたいな。おお。ベックラスオラ。やんのか。ございません。おお、謝りもなしか。
好きに連れてってよ。いや、立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。よかったじゃん。よろしく。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるな。ラメラメ、レンレンラメ。ち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で、立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは？なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。またまた、それトレンディーだね。ちょっとあれ良くない？いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。腕が鈍ったな。あれちょっと下がらデスクーカーサイフレなんだトリアうめぇセイヤーどっちだうめぇやるのか。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。会社欲しいな。よかったじゃん。最近見かけないな。それ取れんでいいだろ。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。
おおとも酒のおかげで口も滑らかよ大丈夫なんだろうな大丈夫大丈夫つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど立花不動産の仕事をしたことがあるって話したがああ言われた場所に一日中居座っているだけ地上げの嫌がらせにさ簡単なバイトだよさっきも一件終わって日当もらったとこでさ明日からまた違う場所で居座りさっきまでやってたのってハクアビルだろ俺も見てきたから知ってるなんだそれ知ってんだったら他に何が聞きたいのそのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのかああ今のあんたみたいに俺らに近づいてきてねそうだ東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよその連中も地上げ屋だ今時はホームレスも使いようなんだね俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさなるほどなもう一つ聞かせてくれ立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるかああそれならチャンピオン街だねよく出入りしてんの見かけるよあの辺りは今地上げのメッカだなんせ小さな飲み屋ばっかだからそこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか多分ねただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているからあんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよそうか参考になったよありがとう電話するよ。ナナ、あの猫。おっと。危ねえだろ。おお。一体な。後悔する。
おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場会の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた、カタギの人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた、名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。
わかりました。じゃあそのように。それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うには、ここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル。あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナックナマセの店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだからな。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ？うちの社長に会いに行くのか？ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。